中国政府武漢ウイルス研究所にノーベル賞をと逆ギレ。17日に中国外務省の報道官が記者会見にて次のような発言をしてしまいました。アメリカ側の一部の人間が新型コーナルスの武漢ウイルス研究所からの漏洩説を騒ぎ立てている。WHO の報告を無視した科学者と科学的精神への冒涜だ。武漢の研究チームは非難されるのではなく 新型コーナルス研究でノーベル医学・生理学賞を受けるべきだとなっておりましてまずですね WHO は中国において新型コーナルスが発生したと見ており現時点で全ての可能性を否定しておりませんまたノーベル賞については、まあ、例えば平和賞において中国問題の関係者が 選ばれる可能性はございますけれども、科学的な分野においては、中国政府、中国共産党が、明らかに、例えば新型コロナウイルスなどに関連して、科学的精神に対する冒涜を繰り返してしまっておりますので、まあ、ほぼ選ばれることはないものと思われますが、中国政府にはこのような暴言を繰り返し、 世界を挑発する前に、まずは新型コロナウイルスが中国のどこで発生したのか突き止めていただき、まあ、現状、中国においてはさまざまな感染症が人に対して感染するという問題が続いてしまっておりますので、新型コロナウイルスの発生源の特定だけではなく、 感染症対策全般についても、まあ、例えば人と動物の距離を離すなどして対策を講じていただき、これ以上、新型の感染症が発生する可能性がある公衆衛生上の問題を放置しないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました